スタンドに詰めかけたサポーターの歓声がスタジアム全体を包み込んでいます。この時間は名古屋グランパス対アーセナル、こちらをご覧いただきます。天候については現在こちら現地は晴れています。今日は好条件でのデーゲームとなります。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まず前半見ていきましょう。名古屋グランパス対アーセナル。さて北澤さん、この試合どの選手に注目していますか？ラカゼットですね。ディフェンスの隙間に入る動きとかボールの受け方が優れてますよね。動き出しのうまさがあるのでゴールにつながりますよね。守備の意識も高くて彼の活躍は前線において重要になるでしょうね。そうですね、相手にしてみれば当然抑えておくべき選手でしょうね。滝谷、左サイド上がっていく滝谷、滝谷から中、ロブホールディング。まあ両チームとも攻めきれないっていう感じはしますけど、守備がいいっていうことも言えますよね。エデゴーは長いボールを送ります。稲垣、稲垣へ、吉田、下にからこのフィードパスだ。いい位置で奪ってのシュートでした。しかし相手のディフェンスは緩慢なプレーになってしまいました。まあ相手に隙があったとはいえ、そこをうまく狙ってしっかりシュートまで持っていきましたよね。いい攻撃の形だったと思いますよ。酒井がこの試合初めてのシュートを放ちました。いいプレッシャー、ティーランティアニ、エデゴーア、滝谷、いいプレッシャーです。左サイド上がっていく、左上がっていく、抜けてくる、シュートチャンス、これはつながりませんでした。シュート、どう見えた、いやいや、ナイスセーブ。そうですね、ここで笛、前半が終わりました。前半0対0。北澤さん、前半ご覧になってどう思われました？名古屋としては前半をゼロで抑えるっていうことがテーマでもあって見えたので、そういった意味ではまあまあの前半だったんじゃないでしょうかね。名古屋グランパス対アーセナル、両チームスコアレスで折り返します。さあ後半、名古屋としてはだいぶ押してましたからね、はい、ここからも同じ調子でいけばゴールも近いんじゃないでしょうかね。そうですね。エデゴーはサイドへ、左サイドを上がっていきます。裏のスペースを狙う、これはつながりません。もう一つ前に行きたい、滝谷へ、裏を狙っていきます。吉田からのオフサイドですね。キーパーからのロングフィード、
裏へのスルーパス、ここはキーパー処理しました。縦へのボール、エデゴーは またファールか。名古屋がメンバーチェンジをします。さあ名古屋2人の選手を入れ替えます。激しいボールの奪い合いです。相馬からアーチのようなパス、キーパー前へ蹴り出します。マテウス、ここは中央切り込む、スルーパスを出す、シュート防ぐ、ルーズボール、稲垣、攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますからこの試合どうなるか分かりませんね。トーマスパーティ、今日は見応えがある分時間が経つのが早く感じますね。マルティネッリへ、これもファウルですもんね。名古屋が最後の交代枠を使います。いいとこまで行ったんですけどもね、あとワンプレーあるかな。長澤、ここはドリブルで出るか、惜しい攻撃でしたけどもね、このまま終わっちゃうかな。エデゴーは、時間ないんで前へ前へ行きたいところなんですけどもね。トーマスパーティー、エデゴーは向かいを避け、エデゴーはトーマスパーティー、パスをつなぎます。来た、シュート、キーパー急いで蹴り出しましたが、ここでタイムアップ、0対0。今日のゲームはスコアレスドローという結果で終了しています。さあ北澤さん、今日のゲーム振り返って何かございますか。結果として引き分けましたけども、やっぱり修正すべき点はお互いにあったと思うんですよね。そこをしっかり見直して次に生かしていけば、またさらに成長していけるでしょうね。はい、ありがとうございます。さあお別れの時間が迫ってまいりました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。結局0対0のまま試合を終了しています。